はい、皆さんこんにちは、ラピ TV です。火星の不思議な場所、今日は大スクープ驚愕編です。私が今日見つけた最高の、今年最高の大スクープとなります。これは火星探査機マーズローバーが撮影した正式リンク mars.nasa.gov で見つけた、これは火星人の住居をついに発見しました。そして火星人らしいものもうっすらとこの辺に写っております。完全にこのテント状の住居か、もしくはこれ自体が宇宙船なのか、火星に丘の上に作られたこの住居の驚愕写真を見ていきたいと思います。今日は私は最高に興奮しております。皆さんと一緒に今世紀最大とも言われる発見を私しましたので、こちらを見に行きたいと思います。写真からです、どうぞ。こちらがその写真です。白黒で写されております。明らかに周りの石とは全く関係ないものがこういう黒い感じで写っております。入り口もありますし、この部分には窓もあります。次の画像です。これが引いたところ、そしてこれ、そしてこれです。いよいよ衝撃のズーム画像になります。これです。そしてこれ、引いたところ、そしてフィルターをかけてだんだん見えてきますよ。これいいですか。これ、ここに宇宙人らしきものが映っております。そしてこれが入り口、1つ2つ3つ、そして2階に窓が2つ見えております。果たしてこれは、これ自体が宇宙船なのでしょうか、それともこれが火星人の住居なのでしょうか。皆さんと一緒に詳しく検証していきます。今日はもう大発見で驚きました。私先ほどね、mars.nasa.gov の正式リンクで見ていたところ、何かね不自然な、こういった、まあ、おにぎり状といいますか、こういったものが見つかったんでね、石ではないと思ってズームするとこういった写真が現れてきました。ここが入り口です。これは四角い、こちらにも入り口があります。そしてここにあって、この辺にねうっすら写ってるんですけど、何かこう宇宙人的なものが見えております。ここにも一人立ってますよね。そして上に2階部分には窓が2つある、この構造物でしょうか、それともこれ自体が宇宙船が着陸しているものなのでしょうか。火星にはっきりと宇宙人の、異星人の存在を確認した写真となります。今世紀の、私今までずっとね火星シリーズやってきた中で最高の写真を見つけることに成功しました。今日は大スクープでね、このリンクは下に貼りません。他の人がパクって投稿されると視聴率が落ちますので、これは極秘で皆さんには公開しません。自分で見つけてください。時期が来ると公開します。こういった感じで今回はこのリンクは貼りませんので、あしからず。そしてこれです。私にとってトップシークレットの写真となります。これ薄いですよね、薄めにしたところです。ここに写ってます。何か宇宙人らしきものの、まあボケてますが、これとこれですね。そして2階に窓、入り口が3つといったものになります。果たして明らかにこれは異星人の住居ですよね。まあはっきり言って火星人の住居だと思います。それかもう宇宙船自体がここに着陸した状態なのか、皆さんのご意見、コメント、たくさんのコメント今回お待ちしております。これ日曜日にね特番で出そうかと思ったんですけど、あまりにも衝撃的なので、今日日曜日、投稿することに決めました。いつこれ消されるか分かりませんのでね、これ私にとってトップシークレットです。このリンクはもう私いつも貼ってますけど貼りません。そしてこれです。薄めにしたところ、ここに見えますね。はい、これが宇宙人のようなものですね。初めてこの人物らしきもの、この何か宇宙人らしきものまで写ってるのを初めて見つけました。ここにも一人いるような気がします。これです、まあ、できるだけ大きくしてじっくり見てください。明らかに石ではない構造物ですよね。そしてこれ引いたところ、正式写真です。ダウンロードしてこういった写真になります。そしてこれをズームしていって、はい、これが、まあ、白黒ですが、私が先ほどのはフィルターをかけたものです。
どうですか、まあ、白黒写真しかないんでね、カラーは見つけることができませんでしたので、フィルターをかけてそれらしく見せております。どうでしょうか。これがその実在の写真となります。そしてはい、これが薄めにしてより一層見えるようにしたものです。今見えてますよね。2階にここに窓が2つあります。並んで監視塔なのか2個あります。ここに丸いものがあって、ここになんか宇宙人らしきものがうっすらと見えてますね。ここ。そして次です。青めにしたところ、そしてこれ、そしてこれとなります。そしてこれがその正式リンク mars.nasa.gov の写真となります。ここからダウンロードして見ることができます。今回はソル何なんなのか貼りません。見つけられてパクられますんでね、私独占の今日はスクープの動画となります。それでは詳しくその映像フィルターからお見せしてみます。より一層見えやすくしたものがこれです。そしてフィルターかけていきます。はい、これがまあオリジナル、そしてこれ、そしてこれです。最大まで今拡大してます。そしてこれです。はい、今よく見えますかね、ここら辺とか。今よく黒いところと薄いところがよく見えます。はい、明らかに住居ですね。それかこの、ま、形をした宇宙船かです。ここをまっすぐ線を引くと左右対称ですよね。そしてこれ、そしてこれです。今よく見えてます。ここに宇宙人らしきものがいます。そしてこれ、そしてこれ、そしてこれ。はい、そして次のさらに拡大してお見せします。ここに宇宙人らしきものがいます。頭の部分、何か手に何か持ってます。立ってます。ここにもちょっとそれらしき頭のようなものが見えます。で、2階の部屋のここが窓2つです。最大まで拡大します。どうですか、しばらく見てください。これです、一番よく見えている画像。そしてオリジナル、順番にかけていきます。はい、今回発見したもう火星での住居ということには間違いない円盤か住居のどちらかですね。ここに宇宙人の、はい、らしきものまで写っております。皆さんはどう思われますか。今回大スクープ、私火星シリーズやってきた中で大スクープ画像を見つけました。まだ世界中の YouTuber さん誰も投稿しておりません。この貴重な画像、消される前にぜひ皆さんも見てください。ではまたです。不思議な画像見つかりましたらまた皆さんにご紹介したいと思います。私の今回大発見、今年大発見、今世紀大発見の火星に着陸した UFO か、もしくは火星人の住居だということがはっきり分かる写真を今回見つけましたので、皆さんに特別スクープとしてご紹介しました。また不思議な場所見つかりましたらご紹介したいと思います。ラピ TV でした。ではまたです。さようなら。